最新のトレンドを紹介する東京トレンドです。今回はこれからの季節にぴったりな読書に役立つグッズなどをご紹介します。今読書を便利に楽しめるアイテムが登場しています。やってきたのは渋谷ロフト。文具売り場に読書関連用品を揃えています。読書の秋で秋が一番売れるんですけども、電子ブックとかたくさんある中でやはり読書の層は根強くありますので、通年を通して売れております。最近種類が増えているというのがブックライト。ライトマンというブックライトが売れておりまして、人形のように形が変わるので、ただ本のブックライトとして使うだけでなく、カードスタンドになったりとか、いろいろ形を変えて使うことができるようになります。さらにこちらは白鳥型のしおり、スワンタッチ。本の最終ページに貼り、首をページにかけます。くちばし部分が読書中のページにかかるので、挟み替えが不要な便利なしおりなんです。さらにこんなグッズも。フリーサイズのブックカバーで、大きさを選ばないでつけていただけるので、よく売れております、はい、こちらのブックカバーは縦と横の大きさを調整できるので、手のひらサイズの文庫本から辞書など分厚く大きい本まで、どんなサイズにも合わせることができます。一方、より文学の世界に浸れるスポットが誕生しています。やってきたのは日本近代文学館の中にある文壇。およそ2万冊の本を手に取りながら食事を楽しむことができるブックカフェです。コンセプトはまさに文学なんですけれども、文学に親しみを持ってもらえる場所といいますか、コーヒーとかに寺山とかみたいな作家の名前がついてるんですけど、普通のブックカフェとかだったら寺山を読むことしかできないと思うんですけど、うちは飲むことができるっていう新しい切り口で作家を楽しむことができるっていうのも、うちしかできないことなんじゃないかなっていうのはあります。さらに作家や小説にまつわるフードメニューも充実。下からも文学に浸ることができます。こちらは谷崎潤一郎の小説に登場するサンドイッチ。食べただけで終わるんじゃなくて、あ、この小説に出てくるものを再現してるんだったらそれ読んでみようとかっていう気持ちになってもらえたらいいなと思ってます。過去の名作に触れるだけでなく、現役の作家や歌人を招いたイベントなども行われるので、文学の今と昔に触れられる空間です。そんな中、今話題になっているのが進化した大学の図書館。成蹊大学の図書館は地下2階、地上5階建て、ガラス張りの開放的な空間で、今までにない図書館だと話題になっているんです。以前の図書館はもうとにかく一切私語厳禁ということで、とにかくまあ静かに勉強するというのみの図書館、それだけではなくって、いや図書館の中で図書館の資料を使ってコミュニケーションを取れるような場所がやっぱ絶対必要だということで、こういう図書館になったということになります。特徴的なのがプラネットというガラス張りの球体のミーティングスペース。図書館の資料を持ち込み、コミュニケーションを取りながら学習することができます。およそ1万2000平米の敷地に100万冊を超える蔵書、本を探すシステムもハイテクです。地下の閉科図書を管理するのはブックロボ。指定されたコンテナを運び出し、人の手を介さず本を運搬することができるんです。過ごしやすくなるこの季節、本の世界に没頭してみてはいかがですか？